最後、14社目、ラスボス。ラスボスかってなったら、入ってきたのが、なんか、震えてる白髪のおじいちゃん。プルプルプルって、週刊大賞です。ラスボスが逆に、こっちかーみたいな。こっちのパターンねみたいな。師匠クラスの人が来たかみたいな。週刊大賞です。こんにちは。この度は、どうぞよろしくお願いします。みたいな。もう最後でこれ、って。いや、もう、で、なんか、質問もさっきと真逆。総演です。よろしくお願いします。パッサーと真逆。あのちゃんの、でんでん電波で言っちゃいけないことこないだも言ってましたけども、とか言われて、いや、なんでしたっけそんなこと言ってましたっけってなって僕も。いや、映画の主催だし、まず。なんでしたっけって言ったら、チンチンとか、とか、いや、チンチンとか言うな、お前映画の主催で映画関係者いるんだぞとか思いながら、チンチンとか言ってましたけども、って。僕ももう、いやいやいや、それはまあ、普段から言ってます、みたいな。たまたま電波がカットせずに使ってるだけです、みたいな言って。もうこっちをマジレスしちゃって、もう最後の最後だから、疲れてるし、みたいな。そしたらもう、クジラの骨ってタイトル。見たとき何を思い浮かべましたかとか言って、僕も、いや、だからもう、これでマグロとか言ってたらおかしいっすよね、みたいな。クジラしかもう全然思い浮かべてないです、みたいな。言った。僕は釣りを思い浮かべました、とか言って。クソ会話いらん、その会話。インタビューでどこ使うんだよ。おい、どんなインタビューだよ。もうそれまでさっきだってもう真意や本意を理解してもらうことについてあのさんどうお考えですか？拡張現実アプリが現実世界で侵食していく世界をあのさんどうお考えですか？とかね、チンチンとか。いやいや、真逆、やめてよもう。なんなんこいつとか思って。僕は釣りを考えたんですけど。もうなんだこれとか、もう頭本当にかき乱されて、もう。でも、終わって撮影に入りますよみたいな、もうほんと最後の最後や、最後だよ。そしたらなんか、おばあちゃんみたいなの遅れてドドドって来て、あー、時間ないですみたいな、はい、撮りましょう、せーの、パシャリって言って。お疲れ様でしたとか言って帰ってって、本当に撮れてるそれ。お、撮れてんだろうな。せーのって聞いたことないぞみたいな。なんか照明とかも一応なんだけど、めっちゃ足で蹴ってたし、ガタガタとか、せーの、バシャみたいな。でもライティング超心配だし、みたいな。でも本当に頭がかき乱された、もう、全社全部違う。多様性すぎる、ちょっと。最後の最後、このお兄ちゃん、チンチンとか、それはなんで大丈夫なんですかみたいな。この時間が大丈夫じゃねえわ、とか思いながら。いや、もう最後でちょっと気抜けたんですけどね。ということが昨日ありました。はい。クジラの骨、ぜひ映画館でご覧ください。